サイレンサー、破壊舞台は、1968年のアメリカ映画、ディーン・マーティン主演によるサイレンサーシリーズの第4弾にして最終作。配給は、コロンビア・ピクチャーズ、ドナルド・ハミルトンの小説マット・ヘルシリーズの一本を映画化した作品。当初は5作目となる、ザ・ラビジャーズが制作される予定だったが、映画の公開から6ヶ月後。 本作で共演したシャロンテートが殺害されたことに、マーティンがショックを受けたことがきっかけとなり、プロジェクトは立ち消えとなった。本作には、武術指導として、ブルース・リーが参加している。また、チャック・ノリスの映画デビュー作である。デンマークの列車から50億ドル分の金塊が盗まれる事件が発生した。アイスのチーフであるマクドナルドの指令を受け、マットはコッペンハーゲンへ行く。 彼は観光ガイドを自称するフレアという美女と共に強盗の指揮者とされるコンチーに白爵の元へ行くも捕らえられ何とか逃げ出す。ユーランという女が率いる集団や白爵とつながりのある臨家と渡り合う中、フレアの正体がイギリスのスパイであることが判明する。そしてマクドナルドとマット、そしてフレアの3人はユーランによって捕らえられる。その隙に 遊覧の一味は隠していた金塊を回収して、逃走を図る。脱出に成功したマットたちは、フレイヤと共に、コンチーニ白尺と対決する。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。